はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつも私のチャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、今日はね、首都プノンペンの街の中をね少しでご案内させていただきたいと思います。はい、これノロドムストーリーと言いまして、独立記念塔から、北にね今ね車を走らせているところであります。はい、これ左に見えるのがね、マルハン銀行、あ、今の銀行名前忘れちゃったな。マルハン銀行のねこれね建物になります。はい、こちら J タワー2の42階のスカイプールスカイバーから眺めますと、前からねちょっと気になってた建物がありまして、はい、この形ですけどね、あの夏休みの子供の時にバビルにせえっていうね漫画があったんですけど、バビルの塔みたいなのがねなんかできてるなということで、これ何なんだろうということで気になってたんですけどね、まあ、ちょうどね時間があったので、ね、まあ、バビルの塔を見てこようということで行くねこう企画になります。はい、バビルの塔ねどんどん見えてきました。これ何のね建物か、なんかコンドミニアムかなんかかなと思いました。あ、これね今あとねこのノロドム道路沿いのこの右のところですけどね、これロイヤルグループでね、カンボジアの財閥グループですよね。この辺りね、いっぱいなんかね、ここ近年、土地を買って、まあ、開発予定というね、広告が出ております。はい、バビルの塔ね、はい、今近づいてきました。全部見てきましてね。はい、車止めてね、見てみますと、こんな形でね、まだまだこれからっていう状況であります。はい、でもね、高さこれぐらいなんですかね。今ね、ずっとこれ、階数を見ますと、25階ですよね。25階、まあ、26階ぐらいまでできてるね、状況になります。はい。これね、完成図ですけども、私ね、クメール語を読みません。何かわからなくて、ちょっと聞いてみたらね、はい、カンボジア銀行、要は、日本で言うのは日銀ですよね。はい。日銀ができるということで、最近ね、これ役所、これ、建設省ですけどもね、はい。役所がね、綺麗な建物をね、建て替えて言っております。はい。こちらは人民党本部。自民党本部の前は、日本の大使館になります。こう日の丸が見えるでしょうか。はい、でこの自民党の、後ろ側にあるのがこのお菓子のお家みたいなのが内務省になります。はい、ここね 2,3 年でねこう役所がね新しい建物にどんどんね変えていってるっていう状況になります。はい、こちらの建物もね、今建設中、こちら環境庁だったと思います。はい。こんな形、あ、ついでね、これ宣伝させていただきます。はい、このね、役所とか大使館が揃ってるね、このエリアの中で私たちの J タワー3コンドミニアムね、高さ320メートルのね、スーパートーレスとかね、カンボジアナンバーワンの建物が建つことね、皆さんにご報告ね、させていただきたいと思います。はい、そしたらね、そういうことでバビルの塔は、カンボジア銀行、日本の日銀にあたるね、建物だということでした。はい、帰る途中ですけど、このあたりもね、少しご紹介させていただきます。あ、ここね、ガーンとね、これ、さら地になってるのが、昔ね、ソリアモールっていうね、なんかむっちゃ陰惨なね、まあ、はっきり言って、この十何年間全く流行ってなかったね、まあ、バー街があったんですけども、これが潰されて、これも前までね、ロイヤルグループの、フラッグが入ってたのが、中華系の、プロジェクト、これロイヤルグループと中華系がコーポレートしてるのがないかで、ここにまたコンドミニアムをねガーンと建てるみたいですけども、あんまりね土地っていうのは正方形になると建物開発やりにくいんですけどもね。はい、まあ、いつ頃のことになるか分かりませんしね、コンドミニアムかどうかも分かりません。はい、ロイヤルグループがね売り飛ばしただけなのかコーポレートかもちょっとねまだね情報が入っておりません。まだまだね先のことじゃないかなと思います。あ、ここはねちょうどカンボジアの一番昔はね、ナンパスポットであったね、プントゥーンっていうね、クラブがあるとこです。今でもね、これ、このプントゥーンだけがこれ、残った形になってるんですよね。はい、こちらがね、ナンパスポット、特に欧米人がね、いっぱい集まってますけど、だいぶね、最近ね、こう流れがね、人の流れがね、変わってきております。はい、この横の土地もね、以前はこれ、内務省の持ち物だったのが、これが、ロイヤルグループが、ここを今仕込んで、また大きな、まあ、住宅、まあ、コンドミニアム、まあ、ショップですかね、開発の事業の予定ということで、大きな、ね、看板が出ております。はい、このエリアに、ね、こういうのロイヤルグループがたくさん、ね、やっている状況であります。はい、この辺も、ね、いつ頃ぐらいか、まあ、プロジェクトを、ね、始まるのかがちょっと私分かりませんけどもね、はい、カンボジアの発展につながると思いますのでね、楽しみにしてみたいと思います。はい、北側、ね、ちょっとぐーっと、ね、回ってみますね。この辺り、ね、一方通行の道が多いので、はい、はい、こんな形です。あ、でっかいコンドミニアムを中心に、まあ、ショッピングモールは、周りは、これ、カンボジアで言うと、まあ、連邦のビラって、忘れちゃった、あ、ボレーか。ボレーみたいな形になるわけですよね。はい、ロイヤルグループのね、開発予定地
になる感じですね。はい、昔からカンボジアご存知の方はね、この辺りはね、ソリアモールというところがあったところです。はい、ぐーっと降りていきたいと思います。はい、こちらは、我々がね、いつも、仕事をしているね、ボンケンコン1のね、北側のエリアになります。この筋は、コーテアールってマリオットがあるところですね。この左側は日系のこれ、幼稚園さんになります。はい、ずーっと降りていってね、こちらは、トパーズと関係、の同じ経営者のホテルがあるところですね。はい、このエリアね、土地がもうお屋敷街になるんですよね。で、開発しやすいなということで、私このエリアね、結構いいのかな、昔のね、ボンケンコン1みたいなイメージがあっていいのかなと思うんですけどね、いまいちね、人気ないらしいんですよ。なんで人気がないのかが、ちょっと私もよくわからないんですけども、このエリアで、やはり開発している、業者はないという状況なんですよね。まあ、どうしてだろうかな、という感じがしますけどね。まあ、でも、まあ、なんかのね、こう、理由があるのかなと思うんでね。まあ、わざわざここを追っていく必要がない。まだまだね、ボンケンコン1でね、工事やるべきじゃないかな。あ、ここもね、ロイヤルグループのね、土地をドーンと仕込んでるところになります。本当にね、もうカンボジア首都プノンペンのね、大きな土地をね、こう、どんどん押さえていってるね、ロイヤルグループになります。こうずーっと降りていきますと、ボンケンコン1になって、はい、これパスタストーリーって言うんですけどね、はい、ストリートね、BKK1 の、ね、51にね、こうまっすぐ行きますとね、行きます。はい、こちらぐるーっとね、少し中入っていきたいと思いますけどもね、はい、この中に入ったこの右あたりのところの、大きく土地できたところも、まあ、ロイヤルグループが、はい、今これね、これセルラー通貨ですかねっていう携帯のロイヤルグループが経営してるね、電話、スマホの会社の、はい、通信会社のね、看板が貼っております。ちょうどねこの左側のところが、その通貨のね、これ本店になります。はい、こちらがシアヌークストーリーになります。この左側に行きますと、独立記念塔になって、この一本向こう側が BKK1 なんですよね。これやっぱり道路がね、やっぱり交通量が激しいので、やっぱり BKK1 とそれと違いっていうのが、ね、明確に出るんですよね。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、ここで終了いたします。次回更新お待ちください。吉場チャンネル登録、高評価お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。それでは皆様、 See you!